どうも、トゥーフォーワンです。はい、今回は B リーグ2022-23シーズンロスター紹介サンロッカーズ渋谷編やっていきます。はい、お願いします。ということでね、昨シーズンこのロスター紹介できなかったんですけど、結構要望も多かったんで、今シーズンはオフにね、1チームずつやっていこうと思うんですけども、はい、まあ、まずはちょっとサンロッカーズ渋谷からやっていこうかなということで、はい。ロスターはこのようになっております。まあ、今契約が12人ということで、うん、まあ一旦外国籍はまだ決まってない部分あるんですけど、うん、12人は埋まっているということですね。うんうんうん、そうですね、うん、22-23 シーズン追加になった選手がアルバルク東京から小島元気選手、うん、サンエンネオフェニックスから津屋一馬選手となっております。はい、まあ、昨シーズンね、渋谷は東地区で33勝26敗ということで、まあ、最後の最後までねチャンピオンシップ争いに絡んでたんですけど、うん、惜しくもちょっとチャンピオンシップにはいけなかったということで、終盤ねマカドゥ選手がいなかったりとか結構そういう不運もあったんで、うん、悔しい親だったんですけども、今シーズンはまあマカドゥ選手も最初からいますし、うん、ほとんど主力の選手が残ってるっていうことで、うん、その辺はやっぱさっきからのね上積みというか、うん、積み重ねっていう部分が出てくるんで、まあ、そこは楽しみかなと思いますね。うん、ケリー選手も1試合しか出てなくて、そうそうそう、ほんまに外国籍苦しい中でそれでも33勝できたっていうことは、うん、まあ、かなり実力あるっていうことやから、うん、まあ、今シーズンでいうと、まあ、中地区、うん、まあ、中地区もな、まあ、相当厳しい争いになってそうだね。うん、川崎とかね、うん、強いチームいっぱいいるし、うん、でもそんな中でやっぱりねベンドラメ選手とイサヘッドコーチっていうこのずっとこのコンビは変わらずやっていくということで、まあ、そこにやっぱりね小島元気選手とか津屋選手とかそういう新戦力が入ってきたことで、渋谷ってずっとこうローテーションしてって、うん、スタミナをね維持してプレッシャーかけていくっていうスタイルだから、うん、本当にこの小島選手も津屋選手もすごく運動量ある選手なんで、うん、まあ、楽しみですよねここは。うん、まあ、ガードでいうと今回8人、うん、もうこれめちゃくちゃ特徴的やんなこれ。そうだね、うん、やっぱそれだけ運動量とね、うん、速さっていうのを求めてるっていうのが、うん、チームのスタイルとして分かりますよね。うん、まあ、渋谷昨シーズンもシュート率がかなり悪かったんですけど、まあ、今シーズンもシュート率が高い精度の選手を入れるんじゃなくて、あえてこのガードを入れることによって、うん、より速いバスケでそうだね、こうやっていくって意思表示がしてるから、うん、よりこうね精度を上げていくじゃないけど、うん、チームとしての完成度を高めていくのかなっていう感じですよね。うんうん、まあ、その中でも昨シーズンはね西野陽選手とか、うん、こう若手の選手もねすごくこう活躍が光ってたんで、うん、その辺の成長っていうのもね、うん、今シーズン見られるんじゃないかなっていうのは楽しみですよね。はい、まあ、あとはね井上宗一郎選手とかもやっぱり日本人ビッグマンとしてね、うん、かなり期待できる若手だと思うんで、うん、その辺がこのサンロッカーズ渋谷の速いスタイルにどうやってこうマッチしていくかっていうのもね見どころだなと思いますね。まあ、あとやっぱりねなんといっても外国籍マカズ選手とケリー選手が2人こう健康でいられて、うん、どういう風にこうチームにフィットしていくかっていうところがね一番この今シーズンの楽しみな部分だと思うんで、うん、ビッグマンがちゃんと出てくれれば、うん、うまくいく可能性もあるけど、ここで一人な、うん、怪我しちゃうとな。そうだね、うん、ちょっと厳しいところあるよね。うん、うん、まずはこの健康を維持するってところですかね。はい、まあ、あと経営体制もね、うん、日立だったのが、うん、セガサミーになったりとか、うん、いろいろね今後に向けて変わっていく部分でもあると思うので、うん、転換期っていうことでどういう風にチームがなっていくのか楽しみですよね。うん、2026年に向けてな、うん、せっかくやし強いチームやから新 B1 行ってほしいよな。間違いないね。うん、はい、ということで今回はね 2022-23 シーズンのロスター紹介サンロッカーズ渋谷編をお送りしました。はい、今いる選手たちメンバーの中にも若い選手が入ってきたりとか、うん、ガードの選手が入ってきたりとか、うん、よりこうやりたいことが明確になっている補強というか、うん、来シーズンのメンバーになっていると思うんで、はい、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、やっぱあとはね主力の選手がどれだけ健康状態を維持できるか、特に外国籍の選手が、そうやなっていうところで、やっぱりこのチャンピオンシップ進出とかもかかってくるのかなって思いますね。まあ、外国籍は元 NBA コンビということで、うん、まあ、新しい外国籍いっぱい入ってきてるけど、ちょっと NBA のな、うん、もう威厳というか、うん、大活躍見せてほしいやんな。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは241でした。